ニュースポストセブンです。朝ちゃんの後継番組を担当することが発表された安住紳一郎アナ。現在朝ちゃん出演中の野村紗友子アナが引き続き後継番組にも出演するのでしょうか。それにはある弱点を克服する必要があるようです。関係者によると、どうも朝が苦手みたいです。朝ちゃんは4時の局入りが基本ですが、彼女は5時ごろに慌ててスタジオ入りすることも少なくない。安住アナは時間に厳しい。後継番組でも引き続き起用されるためにはもう絶対に遅刻できない状況ですとコメントしています。ニュースポストセブン。